ビンゴハッチマン駅は広島県小原市東上町間にある西日本旅客鉄道芸備線の駅である。構内ビンゴ落合方面に向かって左側に単式ホーム一面一線を持つ地上駅。以前は相対式ホーム二面二線を有する交換可能駅だったが駅舎反対側のホームが廃止され停留所構造となった。そのため、 現在は上下線の全列車が同じホームから発着する。廃止されたホームの型には錆びた線路が本線から分断された状態で残っている。また、以前は駅事務室が存在していたが撤去されて待合室部分のみとなっている。新見駅管理の無人駅。2012年4月27日までは、簡易委託駅で近くの菅簡易郵便局で200円区間の 乗車券のみを販売していた。駅の少し先にはトロッコの鉄橋の残骸が残っており、昔、帝国製鉄株式会社の原量の調達のために使用された。また、農協の米貯蔵庫も残っており、昔は貨物側線も存在していたらしく、駅構内の線路はその後も見ることができる。1日平均の乗車人員は以下の通り、 国道314号から広島県道237号、貧乏八幡停車場線に行く、際の標識に貧乏八幡駅とあるが、なぜか、ローマ字表記は、ビンゴ、八幡ステーションとなっている。ありがとうございます。